こんにちは。新生活保護の動画についてコメントの方、早速ありがとうございます。まず一つ目ですね、生活保護の制度は現代の実情に合わないねと。はい、この生活保護っていうのは36年前に作られたそうなんですけども、当然ですけども、その頃は少子高齢化なんてのもね、予想はされていたけども起きてなくて、女性の出生率が落ちたりとか、結婚のなんですかね、組み合わせが、離婚率が高くなったりとか、そういうのも全然なかったんですよ。何よりも消費税が全然なかった時代のことですから、やっぱりね、現代の事情に合わないですね。しかもその上で社会保障費を削って、生活保護の費用を削って、消費税が 10% になるって、どんなね、地獄の制度なんだと思いますよ。やっぱり生活保護はもうどんどん上げていかないと、もうちょっとやってられないですよね。これでは11万とかじゃとっても やっていけないですよ。いや、11万って決めた人にね、11万でお前暮らしてみろって言ってみたいですね。はい、次です。秘書さん、いつもありがとうございます。久保さんの意見、主張に賛同します。ひどい金額です。久保さんにコメントした、生活保護受給した人、なんとか負けず、その11万で今のところ生き延びてくださいと。生きることが全てに勝つことだと思ってください。生きて生きて生き延びる、それだけを考えてください。周りの心ない偏見の目や言葉に負けたらいけない。はい、私は味方でございますんでね、どんなに傷ついても私がそばについてると思って頑張ってください。ぐらいしか言えなくてすいません。そのぐらいしか言えなくてね。林大倉さん、障害年金、兄と2人もらっています。生活保護費1万8000円しかもらっていない。とてもじゃないけど生活は保護されないですよね、この1万8000円では。もらっている立場なんで言いにくいと思いますので、私が代わりに言いますけども、この10倍渡せと私はね、言いたいですね。はい、ありがとうございます、コメントの方で。まちこさんですね、新生活保護の動画拝見しました。苦しい、悲しい、悔しいが命は宝です。はい、そうなんですよ。命ってのはね、もう戻ってきませんのでね。ご隠居様、私は言われる37万でも、今の日本政治家の方々は誰も良い返事されないと思えてなりません。その通りですよね。大ショックかもしれませんが、当たってみてください。大変失礼な言い方になるかもしれませんが、反対にその方がいくら必要なのか知りたいです。なかなか出ない金額よりも、今生きるためにいくらお金があればつなげれますか。そのお聞きしたお金を国に伝える形はどうでしょうか。反論ではなく、助けたいからメッセージを出しています。わかりました。私のできる限りのことをやっていますね。はい、生活保護受給者です。周りに偏見の目で見られています。国民同士で足を引っ張り合うの、そろそろね、やめてもらいたいですよね。励まし合っていきましょう。はい、特にね、生活保護、生活に困窮している方にさらにね、追い打ちをかけるようなことはもうやめていきましょう。自分のことをしっかりやっていきましょう。はい、で、生活保護受給の方でね、心ない言葉を浴びせられた方、私が味方ですからね、頑張ってください。渡辺弘子さん、私もうちでもタクシードライバーなので、給料月5万。いや、月5万ですか、やっていけない。確かにそうですよね。もっともっとみんなでまとまって声を上げていきましょう。もう一件だけ読まさせてあげます。あやのんちゃん、あやのんちゃん以前も書いてくれましたね、コメントね、ありがとうございます。私も母子家庭で保護を受けてます。生活保護で子供に塾や習い事させたくてもできません。子供に罪はないですからね。子供には国からの支給をしっかりとしてほしいですね、せめてね。保護を受けてない家庭と比較されず、子供を育てていきたいです。世間の偏見もありますということで、やっぱりね、我々国民の偏見が生活保護を受給されている方に向かう、これはなんとかね、やめれることだと思いますので、やめていきましょう。ではまた。